川森義蔵は、日本のフランス文学者、評論家。仏文学者としては、モラリストの著作を日本に紹介した。大阪府堺市出身。旧制大阪府立堺中学校を経て1920年に、第三高等学校入学。京都帝国大学文学部仏文化で、落合太郎、河野世一に指示。1926年。 京都帝国大学仏文化を卒業して、関西大学に赴任し、フランス語を教える。1928年学校騒動で、関西大学を辞職して突仏し、ソルボンヌ大学に学ぶ。1930年に帰国。堺の成果で、ジャンコクト、ヤマシ、トマを翻訳。上京後、ファーブル、昆虫記を、三好達治と協約。1931年。 杉勝かの世話で立教大学教授に就任し、1943年までフランス語を教える。1943年、随筆、新釈女大学がベストセラーとなる。戦後は東京教育大学教授、教立女子大学教授を歴任、フランスモラリストを組んだ著作を多く出した。主な著作は、 晩年に刊行した川森義蔵私の随想戦に収録されている。1962年にフランス文壇誌で読売文学賞。1978年にパリの優秀でおさらぎ次郎賞。1985年に菊池博賞をそれぞれ受賞。1970年に本芸術院、会員。1973年君三等曲日。 中受賞受賞、1986年文化功労者、1988年には文化勲章受賞、1989年に脳梗塞で倒れるもリハビリを続け、1998年には藤村のパリで読売文学賞受賞、1997年には藤村のパリとパリの優秀ボードレールとその時代により、95歳で、 京都大学より、博士の学位が授与された。また、同年に、藤村のパリで、読売文学賞を受賞した。新しい歴史教科書を作る、海賛同者。長女、徳氏は、林房男の長男、後藤昭彦と結婚した。私のパリ市のフランス文学、私のフランス文学、私の日本文学、私の日本文学、私の人生案内、私の差は、 ありがとうございます。